瀬戸内スパークスの岸太郎です。僕ってあのストリートファイター全然うまくないんですよ、正直に。で、ある企画を前回やったんですよ、僕のチャンネルなんですけど、こんな感じのね、ジェイミーっていう酒を飲めば強くなるキャラがいるなら俺も飲めばいいじゃんっていう理論で前やったわけです。結果はまあお察しの通りですよ。で、今回思いついたのがストリートファイター6にはエドモンド・ホンダっていうキャラがいますよね。相撲ってのは真偽体なんですよ。真偽体、これで相撲が完成する、そういうもんですよね。ということは僕今3つとも多分どれも持ってないんですよね。で、実際の力士の取り組みを見て相撲を学べば技、これ0から1以上にはないですね。言ってる意味わかりますよね。これがストリートファイター6にも適用されると思ったんですよね。10戦して、まあ、勝率はこんなもんで、相撲を見てね、まあ、機会があれば力士の方になんかいろいろしてもらって、してもらうというかチャンスをいただいて、結果どうなってるかというと僕は最強の本田使いになっているちゅう話なんですね。ってことで、まずは最初にノーマル状態の僕のストロークをちょっとご覧ください。うわー、いきなり本田同士、どっちが俺だ、こっちだ。はい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 、わからねわからない、何にもレベルが違うわ。僕さ、あれなんですよ、普段このチームのストロークのね方々の編集をしているんですが、結構なんかレベル違うなって思いますね、正直ね。全然意外と勝ててる。いや、こういうのが止めれないよ俺は。こういうのが、何これ何これ、おこれどうすればいいのこれ、ねえこれ何これ、マジでこれ何これ、え、これどういってやるとこれ、ちょっと突破できるんだよこれ、これなんだよあれ、どうやって出すの、絶対やってくるじゃんおい、とんでもねえ試合だなあ、これなんだこれ、もうこれだけで押し切るわ。おい、これだけで押し切れました。うわ、あの実はジュリーに本当に勝ったことがなくて苦手なんですよね。ジュリーマジで強くない、もうこれで応戦するしかない。あー、投げで返すんですよ、うまいわ。レベルがもう通用してない俺の。だよな、投げるよな、いや強いよ普通強い、コンボがすごい。なんか俺ってコンボゼロじゃん今まで。すげえ削るちった、いや強い、違う、ちげえわ、ボコにされた普通に、やばい。ここはもうこれでいい、でこれで押す、もうこれがね強いんだ、待って、いや勝ってる勝ってる、もうこれで、これで押し切る、生きてるだよな、ルーキーらしい、どうやら俺は青色の顔した。それちょっと待って、それ何、開幕ドスコイ、俺負けてんだけど、めちゃくちゃ勝ってるかと思ってたわマジで
どっちがどっちの本音か分かんないんだよね、正直。おー、超投げや。次もうこれで押せ。あー、負けちゃった。僕の10戦の結果は10戦中4勝。まあこれはあくまで僕が相撲を学ぶ前の結果なんで、これは参考資料にしかもうなりませんよ、正直ね。こっから僕が相撲をね実際に見て学んだら、これ多分10戦中10勝いくでしょう、余裕で、うん、正直相撲の基礎、そっから学びたい。どうやって力士の方はね攻撃を仕掛けるのか、判断、それをね全部見ていきたいと思う。全部は学べないと思うけど、もうできるだけもうクッとねやっていきたいと思います。じゃあね、実際の相撲をね見に行きましょう。今練習中ですね。